ただいまおかえりあらああ、これは同じクラスの友達の伊藤ってやつえっと、伊藤真琴です伊藤真琴はい、伊藤真琴ですけどああ、はいはい、真琴くんねよろしくね、真琴くんどうも、お邪魔します もう緊張しないでよだってようちの人いると思わなかったし何今日うちは誰もいないのとか言って連れ込まれるんだと思った <laughs> バーカスケーベな,なんだよ <laughs> お昼の階段は誰もいなかったから ちょっとムード出ちゃって失敗したなーって思ったの。ムード男の子と女の子が二人きりだと危ないもんね。うん。その手、うちだったらリビングにお母さんいるし。いたね。マジエッチなことしようとしたら声出すから。し、しないって。どうかなー。お昼は危うくキスしちゃうとこだったもん。あ,あれは 悪かったうん反省してるのならよろしいチェそういうわけでマジにエッチなことはしないそういうことはカツラさんとするでしょうんその点よーく心得て練習に勤しむように了解ああその前に着替えるからちょっとお部屋から出ててはい あらどどうも世界のボーイフレンドくんあいや彼氏っていうのよねい,いやだから彼氏じゃまことくんでしょいつも世界から聞いてるわはあ確か入学式の時にせっちゃんをかばってくれた子よねあれいじめてた子だったかしらせっちゃん世界の幼なじみのせっちゃん それって、清浦そう、清浦せつなちゃん。ああ、そんなこともあったような。せっちゃんと世界はいつも君のこと話してたから、初めて会った気がしないのよね。そうなんですかだってね、世界ったら、お母さんあら、世界。お母さんは余計なこと言わないで。ええー ほら、とも部屋に戻って。お、おう。<laughs> ゆっくりしてってね、とくん。お母さんになんか言われたいや。うちのお母さん、変なことばっかり言うから気にしないでね。うん。さて、と。それじゃあ、続き、する結構、遅くなっちゃったな。お母さん、心配するんじゃない 幸いうちも今晩夜勤あらあらそれじゃあまことのうちでもよかったねそうだなその時は俺がこんなつもりじゃなかったのにって言ってたかも <laughs> それじゃうんバイバイおやすみ どうしたあのねなんだよもう電車出るって桂さんには言わないから<え>これにて練習終了おやすみ